1992年、二大国の対立はすでに過去のものとなり、もはや大国による核戦争で世界が破滅する危機は去ったと思われていた。しかし、1998年7月13日、アメリカ西部のミサイル基地より撤去寸前の ICBM が、老朽化による故障のため誤って発射されてしまった。何重もの安全装置がなぜ作動しなかったのか、今となっては誰にもわからない。2年後、ニューヨークは奇跡的に全滅を免れ、再び活動を始めていた。だが治安状態は非常に悪く、ビリーとジミーの双子の武道家は道場を開いて住民に護身術を教えていた。そしてある日、謎の武装集団がニューヨークに現れた。次々に住民が殺され、金品が奪われていった。ちょっと検察権の味を試させてもらうぜ。検察権。手間取ったな。早く帰ろう。マリアンが心配してるぜ、きっと。この部屋の中はどうしたんだ。マリアン、マリアン、誰にやられた。ビリー、検察権。検察権。マリアン、マリアン、死ぬな。Thank you.
ヘリで逃げようってわけか。そうはさせるか。待ってろよ。